私は釘崎野原。中学3年の時、私は中学生のくせに大人ぶっているとか態度が生意気だとかで、クラスメイトに1年間無視される生活を送っていたの。1年間まるでいないもののように扱われた私は、中学をやっと卒業し、春から呪術高校っていう普通の高校に入学することになったんだけど、ここが呪術高校か。高校なんて考えるのめんどくさくて、自分の学力に合ったところを適当に選んじゃったけど、どんな人が来るところなのかしら。憧れの東京に来たけど、どうせ今度は田舎者だからってバカにされたりするんだろうな。そんな人たちと友達になるなんてこっちから願い下げよ。クラスは2組ね。みんな知らない人同士のはずなのに、なんかもう集団ができてる。東京の人ってフレンドリーすぎない？朝から騒ぐの苦手だし、席について静かにしてましょう。数分後、やっぱぼーっとしてたらいつの間にか入学式の時間ね。みんなもう体育館に移動し始めてるわ。私も行かないと。ねえ君さ、体育館ってどこだろう？たく、担任案内ぐらいしときなさいよね。妙に顔がいい白髪の教師だったけど。ねえってば。うっ、お、やっとこっち向いた。え、何こいつ、私のこと見えてんの？いや、そりゃ見えてるか。え、私に話しかけてんの？ごめん、まだ名前が分かんないんだけど。あ、いや、私に何か用ですか？え、敬語、まあいいや。いや、なんかみんな移動し始めてるのに、一人でぼーっとしてるからさ。あ、すみません。え、なんで謝るの？いや、なんとなく。お前面白いな。いや、何が？俺、イタドリ。こっちが伏黒。おい、引っ張るな。だって俺の後ろに隠れてるからさ、女子とあんまり話したことねえんだよ。伏黒はむっつりっぽいね。あ？あの私も行くので、声かけてくれてありがとうございました。え、ああ、うん。なんかすごい、いかにもシティボーイに話しかけられたわね。東京の人ってみんなあんなにガツガツしてんの？いや、後ろのウニ頭はそんなことなかったわね。それにしても、クラスメイトに話しかけられるなんて久しぶりすぎて、すっごいおどおどしちゃった。変なやつだと思われてなきゃいいけど。その頃、すっげえ面白そうな子だったな。そうか、名前なんだっけ？お前、あいつの名前聞いてなかったぞ。あれ、そうだっけ？うわぁ、俺自分だけ名乗っといて相手のこと聞かないとか、すげえ感じ悪かった。いや、あっちもあんまり話したがりじゃないように見えたし、別に大丈夫だろ。だといいけど。俺、あの子と友達になりてえな。なれるかな？さっき初対面の俺にしたみたいに、お前人相悪いなって言ってみたらどうだ？いやいや、ごめんって。根に持ってる？さすがに初対面でそんなこと言われたことないんでね。でも友達になってくれたじゃん。まあ、もう伏黒キュン可愛い。黙れ。ほら、俺たちも早く行くぞ。お、待って、生徒手帳教室に忘れた。は？お前入学式で校歌歌うから絶対持ってこいって担任が言ってただろ。ごめんごめん。ほら、一回戻ろ。一人で戻れ。俺だけ遅刻とかやだ。一緒に怒られるよ。は？ほら、伏黒キュン。あー、くそ、さっさと戻るぞ。おう。数分後、入学式まだ始まらないのかしら。早く終わらせて座りて。おー、セーフ。イタドリ、お前足早すぎだろ。ははっ、伏黒は遅刻だな。くそ、忘れ物したのはお前なのに。うわ、思いっきり遅刻してきて、思いっきり大声で話してる。あ、やべ、二人とも先生に連行されたわね。ちょ、ま、おい、イタドリ。え、俺も？俺遅刻してないよ。ちょ、先生。あいつら、さっきのピンク頭とウニ頭よね。人に移動だよって声かけといて、自分たちが遅刻するとか、しかも超うるせえし。ま、なんか面白そうなやつだったわね。翌日、いや、昨日はひどい目にあった。まさか初日から反省文とはな。遅刻した伏黒くん、巻き込まれた俺に謝ることは？俺が巻き込まれたんだよ。まあまあ怒らないでって。アルフォートいる？いらん。本当は？いる。あれ、あの子。あ、ほら、昨日話しかけたすげえ可愛い女の子、また教室で一人だなって。お前、あいつ狙ってんのか？え、いや、全然そういうわけじゃないけど、ほら、入学時から一人って不安じゃん。
もしかしたら人見知りで誰かに話しかけるのを待ってるのかも。そんでそれは俺かも。お前クソほどポジティブだな。いやただのバカか。もう褒めんなって。褒めてね。なあなあ無視。俺2回目はさすがに傷つくんですけど。おいひって聞こえてなかったのか。あ、遅刻コンビ。うその覚え方やめろ。あの私に何か用ですか。あ、いや用っていうか暇つぶしなら他当たってください。私なんかより楽しいと思いますよ。え、あごめん。おい虎杖何を気になってんだ。名前聞くんだろ。そうだった名前。そう君の名前なんていうの。釘崎。へえ釘崎か。下の名前は。下は野原ですけど。珍しい名前。なんかトゲトゲしてんな。お前失礼だぞ。何こいつ犬みたいにニコニコしちゃってな。釘崎俺たちと友達になろうぜ。は？おい俺は。いいじゃん伏黒。伏黒も友達になりたいだろ。いやそっちのお友達は嫌みたいですけど。いやそうじゃなくて気を悪くしたなら悪い。俺あんまり友達作りとか慣れてないから。こいつ中学の時ヤンキーだったみたいだから。るっせえ問題児。うぜえ。ヤンキーだったみたいってあなたたち同じ中学校出身じゃないんですか。え違うけど。じゃあ塾が一緒だったとか。いやいや俺たち昨日初対面。でももうずっとも。うぜえ。すごい親しげに見えたからてっきり友達だったんだと思ったのに。人って一日でこんなに仲良くなれるの。友達ってどういうのだったっけ。島では人口が少なすぎて自然とみんなと友達にならないといけない雰囲気だったし、中3では無視されて友達なんかできなかったからわからない。な、いいだろ。俺たちと友達なろうよ。でも。ん？私田舎者だし。え、そんなこと気にしてんの。そんなことって私にとっては重要なことよ。東京の人とは全然違うだろうし。ああ私なんで田舎者だってバカ正直に言っちゃったのかしら。幻滅される。ごめん俺も田舎者。え東北出身。あでも伏黒はシティボーイ。その言い方やめろ。でも多分あなたが思ってるより田舎なんだけど。あなたが言う田舎って遊ぶならパルコみたいなやつですよね。とりあえずデートはパルコ、パルコ行ったら友達一人はいるみたいな。そうそうパルコしか遊ぶとこねえの。田舎者あるある。私島出身だからパルコもなかったですよ。マジ俺より田舎だ。ほらバカにする。てかこの会話もうよくね。どっちの方が田舎とかさ。両方田舎これでいいな。はねえ釘崎は何が好きなの。あいやちょっと好きなアイドルとか芸能人いる。俺はジェニファー・ローレンス。お前弾丸トークが過ぎるぞ。釘崎が戸惑ってる。あごめんごめん早くいろいろ知りたくてさ。何こいつこんな曇りのない目見たことない。私と友達になってくれるんですか。えもう友達でしょ。いっぱい会話したし。お前の友達の基準低すぎだろ。そう伏黒くんも。ああ友達になってくれ。あと伏黒でいい。え釘崎どうした。もしかしてそんなに嫌だった友達になるの。違う嬉しくて。友達になれて嬉しくて泣くってどんだけ俺と友達になりたかったんだよ。お前それは絶対違うと思う。別に泣いてません。いや泣いてんじゃん。泣いてないもん。釘崎は意外と負けず嫌いか。そうだったのかな。自分のことなのにわからないのか。私中学の最後のクラスで軽いいじめに遭ってたから。ずっと一人でいたから自分が友達といる時どんなだったかもう忘れちゃった。そっかだから一人でいたんだな。でもそれも過去の話。今俺たちいるじゃん。だから高校ではそんな心配ねえよな。しぐろ。ああ、ありがとうございます。ああ、じゃあとりあえずその敬語やめようぜ。今すぐにとは言わないけど少しずつ本当の釘崎を見せてくれたらいいから。うん、本当の私か。数日後。
ちょっと虎取り。え、何釘崎、顔怖いんだけど。レディーに向かってそれは失礼だろ。すんません。え、そうじゃなくて、私が貸した数学のノートに落書きしただろ。あ、バレた？可愛いだろ、俺の書くピカチュウ。何がピカチュウよ、こんなおっさんみたいなピカチュウいるわけないじゃない。実写版ではそんな感じなんだって。おいお前ら、次教室移動だぞ。あ、ちなみに伏黒のノートにも書いておいたからな、俺のピカチュウ。お前まさか俺の科学のノートに。そうそう、前の授業で提出しちまったじゃねえか。あ、伏黒呼び出し決定。ふざけんなお前、今すぐ先生から一旦取り戻してこい。俺が？お前のせいだからな。やだやだ、みんなで行こう。は？なんで私まで。友達じゃん。たく仕方ないわね。その代わり掃除当番1週間交代。俺の分も交代、2週間分じゃん。お前が悪い。釘崎さん、ほらさっさとノート取り返して次の教室行かねえと。3人揃って遅刻だぞ。私たちこんなんばっかりで遅刻もだから、そろそろ反省文書かされるわよ。俺たち問題児だな。遅刻の原因は大体お前なんだよ、ごめんって。その後だんだんと虎取たちと打ち解けていくことができた私は、今はもうすっかり元の性格を取り戻したわ。虎取にまさかあんなにおしとやかそうだったのに、こんなにがめつい性格してたとはねと言われて一発どついてやったわ。でも入学式の時よりずっとこっちの釘崎の方がいいよなって言ってくれて嬉しかったのも事実ね。私たちの青春高校ライフは始まったばかりよ、これからが楽しみね。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。